皆さんおはようございます。8月7日の水曜日、朝の血液型占いランキングの時間です。おはようございます。今日のランキング第2位は B 型の皆さんです。おめでとうございます。B 型の皆さんの今日のラッキープロレスラー、ラッキープロレスラーは大仁田敦です。そうです、ファイヤーです。ファイヤーの大仁田敦です。そう、あの大仁田敦、あの私が高校生の時に与論島にプロレスしに行きたい、でそのリングサイドから走ってて足をこうやって持ってからぶん投げてやろうかなってクッてやったらバカ野郎っつって思って頭から水ジャバジャバジャバってかけられたから、それを思い出したから、これで疑惑受賞しよう。おめでとうございます。そして本日の第3位、第3位は大型の皆さんです。おめでとうございます。大型の皆さんの今日のラッキーあの行動、ラッキー仕草することは、何度も何度もです。そう、何度も何度もトイレでです。トイレでこうやって蓋を何度も何度もこうやって開けたり閉めたり開けたり閉めたりしながら、そしてもう何度も何度も言ったじゃないのって言ったじゃないのって言ってみて、これで疑惑消しましょう。おめでとうございます。そして本日の第1位は A 型の皆さんです。おめでとうございます。 A 型の皆さんは今日は1位ですから、何も心配することはございませんが、それでもこうさらに運気を急上昇させたいなというのであればありますよ。それはですね、今日は A 型の皆さんは来年のひな祭りの準備です。ひな祭りの準備、ひな祭りの準備をしてください。大豆豆を買ってきてください。そうです、豆です。じゃあ豆は節分です。じゃあ豆じゃなくてセイロガンです。セイロガンですよ。年の数だけ飲んでください。これで運気は急上昇。おめでとうございます。そして本日の第4位はAB 型の皆さんです。おめでとうございます。もうむしろおめでとうございますです。やり方によっては1位です。心配しないでください。 AB 型の皆さんの今日のラッキーあれは日本代表です。日本代表でいてください。もうそれはもうトイレです。今日はトイレです。トイレのドアの上にいてください。あんたは大したもん。内側の方のドアですよ。あの手を洗う前のドア、あんたは大したもんだ。よく日本代表、でもうやってください。やりたくない人はやらないでいいです。もう勝手にしてください。これで運気は急上昇。おめでとうございます。皆さん今日も一日元気いっぱい頑張っていってらっしゃい。日本代表までは